ガストン・ジャンバティスト・ド・フランスは、ブルボン・アサ・フランスの王子、オレレアン・公。フランス王・アンリ・ヨ世と、王妃、マリー・ド・メディシスの三男として、フォンテーヌ・ブローで生まれた。兄に、ルイ13世、ムッシュ・ド・ルレアン、姉に、スペイン王・フェリペ4世妃、エリザベート・サボヤ公、ビットーリオ・アメデオ1世妃、クリスティーヌ、妹に、イングランド王・チャールズ1世妃、アンリエットがいる。 1611年にムッシュ・ドルレアンが死亡してから、1638年にルイ13世の長子として、後のルイ14世が生まれるまでの間は、フランスの推定多い継承者であった。1608年にアンジューに除され、1626年にオルレアン公、ブロワ博、シャルトル博となった。1628年、 当時ユグノーのが女であったラロシェル包位に軍を率いて参加。また、母マリーとリシュリュー水気卿の政府に立てつき、ラングドックで王軍に完敗した後フランドルに逃亡した。やがて兄と和解して帰国するが、1635年にリシュリューに対して陰謀を企み国外へ逃げ、再度政府に服従させられた。服従後もすぐに同じ陰謀を繰り返し、 1642年に、兄の長身さんマールコを操り、リシュリュー暗殺を格索したが失敗した。翌1643年に、兄が亡くなると、王国の陸軍大将となり、フランス北部で、スペイン軍と戦った。1646年には、アラン孫ン公になった。フロンドの乱に際して、オイルイ14世の重心マザラン州気境に睨まれ、1652年に、 資料ブロワに披露させられ、そこで亡くなった。オルレアン公爵夫人マルグリット1626年8月、なんとで、ブルボン家支流のモンパン支援校、アンリド・ブルボンの相続人マリーと結婚、一条を設けたが、マリーは、翌年に死去した。1632年1月、ナンシーで、マルグリット・ドロレーヌと結婚、一何四条を設けた。ありがとうございます。